500増用一は日本の弁護士東アジア共同体研究所幹事東京都出身中央大学法学部法律学科卒業1972年に23歳で司法試験合格27期司法修習を経て1975年に弁護士登録人権問題や労働問題司法制度改革に積極的に取り組み 被告会議員ながら1993年に中大法学部の先輩、山花貞夫を主犯とする社会党、社道キャビネット法相となったほか、社会文化法律センター事務局長などを歴任した。民主党顧問弁護団の事務局長、民主党倫理委員会の当該委員、今野東の選挙スタッフが、刑事訴追された、際の弁護人などを歴任し、 在住の調布市を含む東京二2区選出の山花育夫を支援したほか、鳩山幸男の政治資金報告書虚偽記載問題に関する調査を一任されるなど民主党とは深い関わりを持つ。鳩山幸男の政治資金報告書虚偽記載問題について鳩山からこの問題に関する調査を一任された。弁護士である五百蔵が調査を一任されたことは、 弁護士に頼んだら、いかにも公平に思えるが間違いだ。弁護士は弁護するために喋る人だ。頼まれた人のことは、絶対悪く言わない約束で弁護する。おかしいと思わないかと批判されており、500増自身、私どもは検察官ではありませんのでと、自らが一任された、調査に限界がある旨の発言をしている。2009年6月30日に、記者会見を開き、 500増は一役まで秘書個人が行ったことである。二修正申告は提出済みである。三協議記載の調査、判断は入手した資料上で行ったものであり、一件一件相手に確認して調査をしたものではない、などと発表した。また、かねて指摘されていた税控除による不正還付については、税務処理については全く別のところでやっております。 この秘書は関与しておりません。その税務処理についても、私もインタビューと言いましょうか、調査をいたしました。一点の曇りもありませんと、きちんとやっているということでありますと発言した。しかし、総務省により、同日、鳩山の資金管理団体、UI 整形懇話会に対して、実際に寄付をしていなかったとして、修正申告をした個人について、 すでに所得税の控除を受けるための書類が提出され、同省から証明を受けていたものが複数存在しており、証明書が悪用される恐れもあるとして、同団体に対して証明書を速やかに返還するよう指導を受けていたことが後日発覚する。2009年7月8日、総務省から所得税の控除に関する指導を受けていたことが報道で明らかになった。 上述の6月30日の会見で税務処理については一点の曇りもないと証言していた500像に対してマスコミから問い合わせが殺到したがこれについて500像の弁護士事務所は弁護士が不在で対応できないとコメントした7月9日当初の発表をもとに献金記録を削除された複数の人物から私は間違いなく献金したなどと証言するものが現れた 500増の事務所は必要な時は各社統一で回答すると文書で回答した。7月10日には総務省は自民党からの開示要求に対して税控除申請者名を公表し、鳩山が現金記録を削除したもののうち53人が含まれることが明らかとなった。10月20日、鳩山が国会答弁でコピーは取らなかったなどと述べていた。 東京地検特捜部に提出した会計帳簿を提出前にコピーして保管していたという報道がされた。ありがとうございます。